はい、どうもこんにちは、高島です。今回はですね、ニトリとイケアの商品だけを使ってテーブルコーディネートをやってみたいと思います。ニトリとイケアって両方とも家具ばかりではなく、雑貨などね、食器なんかもたくさんいろいろあったりしますよね。ですので、イケアだけで購入したテーブルコーディネートとニトリだけで購入したテーブルコーディネートっていうのを大体同じぐらいの予算でどっちが素敵なテーブルコーディネートを作れるのかっていうのをちょっと試しにやってみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、でですね、まあニトリとイケアとかね、だいたい価格帯とかもね結構近いものがあって、でニトリはねご近所にある方多いと思うんですが、イケアって、まあ、結構地方とかですね、最近まあ原宿とか渋谷店とかもオープンしてきたりしていますけど、まあ、基本的にはねイケアって結構遠出するような形の方が多いと思うんで、実際にね両方とも試してみて、で例えば今から食器を揃えたい方とかですね、引っ越しを考えているとか、そういう方の参考になればなというふうに思っています。実際インテリアのことを僕は発信しているんですが、テーブルコーディネートっていうのも欠かせない一つだと思うんですね。っていうのも全てのインテリアって用途が伴うと思うんですね。ですので使った時に便利だと感じたりとかですね、美しく見えたりとか、そういう部分を含めて、インテリアというふうに、思いますので、ですのでやはりテーブルの上っていうのもすごく重要なものになると思うんですね。ですのでダイニングの主役っていうのは実はテーブル上のコーディネートが、作れてようやく完成するんじゃないかなというふうに、思ったんですね。というわけでですね、ニトリとイケアはまあ近所にありますので、両方とも行ってきたいと思います。はい、それでは、まずは IKEA の方の購入品から見ていきたいと思います。まずはですね、 IKEA のお皿を購入しました。まずこちらですね、こちらになります。こちらはですね、ディネーラっていう商品で、サイドプレートとね少し深皿のタイプと、2つ購入してみました。で価格はですね、199円ですね。両方とも199円です。かなり安いです。でこちらね、グレーブルーっていうカラーでなかなかいい色になっています。結構陶器のような感じの素材になっています。続いて購入したのが、こちらですね、グラスですね。
こちらになります。グラスになります。こちらがですね、フラセーラというですね、これ一応ウイスキー用っていうことになっているんですが、まあ、結構ね、キラキラしてて、今回のテーマクリスマスのテーブルコーディネートということでですね、この辺がちょっと気になったので購入してみました。続いてはですね、こちらです。カトラリー8点セットになります。で、こちらはですね、ヴァルタグリグというね、商品になってます。で、これがですね、ステンレススチールでできています。ちょっと開けてみたいと思います。で、今回ね、こんなあの8点セットっていうので、2人分なのかな。一応ですね、こう見ると4種類で合計8点セット。これがあれば、大体のことは済むんじゃないかなと思います。続いてはですね、ランチョンマットですね。こういったものになります。ランチョンマットはですね、これはこんな感じでですね、かなり質感のいい感じの、まあ、天然素材を使ったものになります。こんな感じでね、結構大きめではあります。で、こちらはですね、イホルリグというね、商品になります。正確なサイズはですね、37センチということになります。これね、かなり、テーブルの上の質感を出すのに使えるんじゃないかなと思って購入しました。はい、続いてはですね、こちらになります。こちらはですね、テーブルランナーというもので、ランチョンマットのですね、長いやつって感じですね。はい、こんな感じになります。で、これね、長いです。これでさらに長い。長さとしてはですね、130センチあります。で、130センチあるんで長テーブルにも使えるようなね、ものになります。これがね、結構いいなと思って購入してきました。続いてはですね、こちらになります。こちらはテーブルクロスになります。フルコムリグというものになります。大きさはですね、145センチ ×240センチということで、大体のテーブルがね、これでカバーできるというようなものになります。こちらがまあ一応定番のものになっていて、で、質感はですね、こんな感じで、わかりますかね、こんな感じでですね、ちょっと、このね、柄があるような感じになっています。こんな感じですね。続いてはこちらになります。こちらはですね、グラッティスっていうね、コースターですね。ゴールドのコースターになります。テーブルコーディネートのアクセントにいいなと思って購入してみました。で、こんな感じでですね、キラッとしたようなゴールドが特徴になります。で、こちら 1,2,3,4,5,6 個も入っています。コースターを、まとめておくね、ホルダー付きということになります。ですので、こうやって重ねてですね、保存しておくことができます。テーブルの上からね、滑らないようになっています。これ結構なんか高級感が出るような気がして購入してみました。はい、続いてはですね、こちらになります。こちらがですね、キャンドルですね。香りはないものになります。4個セットになっていて、まあだいたい高さは8センチというふうに表記されていました。で、こちらもですね、1つ2つ使えば、演出になるんじゃないかなと思います。で、こんな感じでですね、かなり、まあ、シンプルな、商品ですね。これがですね、4個セットで249円といってね、まあ、結構安いです。最後はですね、こちらになります。こちらはですね、ドフタっていう商品になります。で、こちらね、ポプリっていう植物を、着色して、香り付けをしたものになります。レッドガーデンベリーっていうね、このね、ベリーの香りがするような商品になっていて、これね、かなり、テーブルの複雑性を作ることができるんじゃないかなと思って購入してみました。価格はね、99円でね、かなり安いものになります。 IKEA で購入したものは、こちら合計で、5787円ということになっています。では、ニトリで購入したものを一つずつご紹介したいと思います。
まずこちらですね、スタッキングができる、お皿なんですが、21センチと15センチと9センチが2つになります。こちらをね購入してみました。でまずですねデザイン、これ大きめのお皿なんですが、こうやってねシンプルで、シャープなデザインになっていて、これねなんかいろいろ使いやすそうだなと思いました。で結構しっかりしていて厚みもありますので丈夫にもなっているんじゃないかなと思います。でこちらがですね407円ですね。でこちら一回り小さい、二回り小さいかな、15センチのホワイトのねスタッキングできるお皿になります。こちらの商品がですね、スタッキングできるということで、形状はね全部同じようなデザインになっています。であとこちらもですね、ボール9センチのサイズのボールになります。これはですねこういう感じでスタッキングできます。他の商品もね、こちらの方もスタッキングできるんですが、今回はね1枚ずつ購入してみました。でこちらはですね、2つ試しに購入してみました。続いてはですねかなり気になった商品こちらになります。こちらがですねストレートプレートというものになります。縦横サイズが20センチになっていますので、まあね程よいサイズかなと思います。テーブルの上に1つこれがねあったらいいんじゃないかなと思って購入してきました。でこちらちょっと開けてみたいと思います。こちらが結構ねなんか良さそうだったんですよね。でこれ僕が行った時には、残り1つになっていたんですよね。こういった感じのなんかね石みたいな感じのプレートになります。質感もねこういう感じで、複雑性のあるようなデザイン質感になってます。本当に石みたいな感じです。で後ろはねこういう感じでこう滑り止めが、4箇所ついているような作りになっています。でこれねなんかね使えるような気がするんですよね。続いてはですね、グラスですね。こちらね、グラスはね2個セットのワイングラスがありました。でこちらをちょっと開けてみたいと思います。こちら商品の名前はオルディというやつで、白ワイングラスという風になっていましたが、まあ他にも十分使えるかなとは思います。2つセットになります。でこんな感じで、まあ、かなりシンプルで定番のような感じですね。価格は、2個セットで399円ということでかなり安いんですが、物自体はですねそんなに安っぽいという感じはあまりしないですね。使いやすい定番のワイングラスなのかなというふうに思います。はい、続いてはですね、カトラリーセットになります。こちらですねスタンダードサテンというような名前で販売されています。こちらも IKEA と同じようにですね8本セットになっていて2本ずつ、ついてきています。で先ほどの IKEA がですね、ナイフとスプーンとフォークのセットに対して、こちらがですねスプーンとフォークのセットになっています。ナイフがないって感じですよね。続いてご紹介するのがこちらになります。ちょっと大きいので見えづらいんですが、ランチョンマットですね。こちらね2つ購入してみました。こちらですシンシアっていう商品になります。でこれね撥水加工がついているので便利というような商品になります。ランチョンマットニトリではですねあんまり選べなかったなっていう印象があります。まあ中ではこれがまだいいかなっていう感じで、選んできたような形になります。で続いてはですねランチョンマットになるんですが、こちらはですねプラン GO っていうのかな、いう商品になります。こちらねちょっとねゴールドのようなものになっていて、ゴムっぽいものになっています。でちょっとね滑り止めにもなっていて、こういったね、透けたようなデザイン、枝のようなデザインになっています。はい、続いてはですね、同じシリーズのコースターになります。これもね揃えたらまあいいかなっていうことで、試しに購入してみました。こんな感じでですね、素材は全く一緒でサイズ違いっていう感じですかね、コースターになります。はい、で続いてはこちらになります。こちらですねテーブルクロスです。定番の白いカラーのテーブルクロスになります。2人掛け用ということで120センチ四方の、サイズになります。これの特徴はですね、この撥水加工っていうのが、特徴としてあります。で白だからね汚れやすいから、普通の綿の素材ではなくて化学繊維で、便利な
ようになっているのかなと思います。で、 IKEA はねナチュラルな素材を使っていたのに対してニトリはですね結構便利利便性っていうところを意識した商品が多いようですね。はい、続いてですね、こちらを購入してみました。こちらですね増加フェイクグリーンになるんですが、まあ、ニトリの商品いろいろ見たんですけど結構シンプルで質感があるものがなかなかなかったんですよね。ですのでテーブルのコーディネートをする時の、アクセントとしてニトリではよくできている、造花をですね2つほど購入してみました。ユーカリの、造花ですねフェイクグリーンと、あとこちらはですねレッドベリーというね木の実みたいなものですね。こちらをねちょっと使ってコーディネートできたらいいんじゃないかなとは思います。ニトリで購入したものは合計で5614円になります。いかがだったでしょうか。ニトリとイケアどっちともね、いい感じに仕上がりました。費用の方もほぼ一緒なんですが使わないものもねちょっとだけあったりしました。例えばね、これ、イケアでこう3つねほど購入してきたんですが、ちょっと使いやすいものと使いにくいサイズがあって、でこのね大きいのはねやっぱりねちょっとね使いづらかったなっていうふうに思います。そういった細かい部分はあったんですが個人的には、IKEA の方がなんかやってて楽しいなっていうのはありました。いろんな種類の商品があったので、例えばねこういった細かい話なんですけれど、こういったですねゴールドの、コースターとかですね、であとはですねこの意外と良かったのがこれこれね100円99円かで購入できるものなんですけど、これねコーディネートのその仕上げにねちょっと加えるとかするとすごくいい雰囲気になるのかなと思いました。インテリアもテーブルコーディネートもですね、共通する部分が結構あるなっていう風に思いました。例えばね、先ほどねこれが便利だって言ったんですが、こういったね複雑性のかなり高いものになるんですね。ですので食器とかカトラリーとかってかなり人工物にはなりますよね。ですので、こういったね天然素材のものが組み合わさると、一気にね複雑性が増してインテリアと同じようにですね雰囲気が良くなって全体のね
クオリティが良くなっていくと。で、食器の場合ですね、食器だけ置くとシンプルな感じになるんですが、料理を載せるとですね、だいぶ雰囲気が変わると。料理の方が複雑性が高いので、食器はシンプルでもいいっていう風な考え方でもいいのかなとは思います。結論としてはですね、選択肢は IKEA の方がちょっと多いんじゃないかなというふうに思いました。で、1個あたりの単価も IKEA の方が安いんじゃないかなと思います。で、お皿とかもね、めちゃくちゃ安いですよね。で、ね、これ今お皿に盛ってみたんですけど、このようにパスタをちょっとね持ってみたんですけど、 IKEA の方のですね、このサイドがちょっと落ちたようなくすみカラーみたいなのがね、料理がすごく映えるっていうような色合いになっているのがポイントだなというふうに思いました。あとね、地味に使えるなと思ったのはろうそくとかですね、あとはランチョンマット、こちらも天然素材になりますので、こういった組み合わせが結構ポイントになるんじゃないかなというふうに思いました。はい、というわけで今回はニトリとイケアで、クリスマスの、テーブルコーディネートというテーマでご紹介してみました。はい、インテリアやライフスタイルについてまたこちらから、ご紹介したいと思います。テーブルコーディネートもね、定期的にこのシーズンによって、いろんなテーブルコーディネートっていうのをやっていけたらなと思います。仕上がった時のね、この達成感というかね、すごい、楽しいものがあります。ぜひ試してみてください。はい、それではまた。